おなごであればお前に似て美しい娘となろうぞ。強く生きるのです。強く。己の身に慈しみを欲するならば、近場の社を詣でるがよい。でけえ！あんたの相手じゃ固まりもねえ！来た気を斬新にて満たせば、気は共鳴し、常世を打ち払わほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。
神聖なタタラバに汚れる恐ろしやたたりがあるぞ。
兵どもがいくら来ても無駄よ。なんだ雷が落ちてきた。つけ止め、我らにか。いらっしゃい。毎度あり。城への抜け道じゃ。久々に案内させてもらいますよ。表はハンデや信長に任せるがよい。
面白いですな。半兵衛も家にこしらえてくれんかの。いらっしゃい。毎度あり。この先に行けば安全に敵から逃れられるそうじゃ。無名にゆかりのある土地のようじゃが、森の中から嫌な気配を感じます。あやかしも潜んでおるじゃろ。くれぐれも気をつけての。Yeah.
が我らの誇りよ。少し冷えるとは思ったが、まさか凍っておるとは。戦場に季節外れの雪にたやすく通してはもらえそうにないの。
ーが実害を預けるほどに信を送るじゃ。長政という男、かなりの俊傑かもしれんの。お逃がしくださいませ。私は先に一様天守へ攻め込めぬよ。からくりを用いるとは見上げたものですな。いかにして進むか、これは腕が鳴りますの。最下の誇りは怪我させない。私が撃ち落とされたって絶対に。
いらっしゃい。毎度あり。毎度あり。
を晴らされたら俺たちは大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが霊石を独り占めした藤吉。やはり兄弟じゃ。おこの金、悪しき気を払えるようじゃ。打ち鳴らせば助けとなるじゃろ。人もよう考えるもんじゃ。気配が気をつけるのじゃぞ。
戦乱の日の下、背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。行くぞ。おざかしい徳川勢、天下は我ら藤吉郎様のものになるというのに。この槍で貴様の首もらい受ける。なんで俺のために使わん？なんでだ！
重き定めを許してください。
しゃい。毎度あり、毎度あり。あのような場所に庭を設けるとは、なんて風流じゃのう。じゃが、利休をあのような姿にする感性が解けすぎる。先の霊石の塊とこの呪落体、何やら、こたびはこういうか、手入れをするかしら大変じゃろうて。藤吉郎もここまでの城をなすまで。Thank you.
は一体何事じゃ。わしが聞きたいくらいじゃ。火の根に押し上げられておるようじゃが、天地を動かすほどの力とは。お主にもわからぬことがあるとはぞ。この先夢が叶うたびに、お主の狼藉も首さえ上げれば最高様もきっとその首もらい受ける。お前も去っていくのか、秀の字。虎は仕留めた。今度は鬼退治か。行くぞ。Thank you.
Let's go.